倒したの？さっきと違って顔色悪いけど。俺が昨日倒した悪神教の遺体がなくなった。それどころか、異変が全然収まっていない。そんな。地球全員を集めて、みんな悪神教と東京の異変について調べてたのは知ってる。情報を共有したい。はい。あとはロカだ。昨晩は何もなければいいんだけど。ハロー、勇気くるしスター、ロカだよ。ロカ、昨日も琴花さんの家に泊まったんだよな。うん、何？スリーサイズとか聞くつもり、それとも恋バナの情報を教えろって、それはナンセンスだよ。いつも通りのテンション。ということは琴花さん側は問題ないってことか。何もなかったならそれでいい。悪いけど今日も泊まってくれないか。私は問題ないよ。でもパトニー、悪神教を相手にするなら情けだけは絶対にかけたらダメだよ。知ってるのか。今回の件は全く知らない。でも私も過去に二人くらい悪神教の主張と戦ったことがあるから。言っておくけど、悪神教の主張はすでに魂を悪魔に売ってる存在。構成は不可能。捉えていても管理がかなり難しいし。それに悪神教側からしたら捕まってる主張なんて悪魔を引っつけないから足手まといでしかない。なら収監している場所を襲ってくる可能性が高い。なら二次被害は免れない。ならその場で殺した方がいいんだよ。倒し方は聞いたよね。全悪試験の使用と悪試験打開を使用させ、悪試験ダモンが浮かび上がったタイミングで倒す。昨日は普通に忘れてた。ただ普通に倒してた。はぁ、とりあえず琴花先輩のことは任せて、悪神教を相手にするならもう少し非常にならないと足元救われるよ。敵に情けをかけるのはパトニーの優しさなのかもしれないけど、私からしたら罪や責任を背負いたくないだけに見えるから。そうか。偽善でも何でも正義を貫きたいなら半端な優しさは不要だよ。それが一番邪魔なものだからね。ああ、わかった。ありがとうロカ。とりあえず全員が集まったら作戦会議だ。今日中に悪神教の件を何とかしないと。どれもこれも偽物ばっかり。東京ってこんな街だったっけ？医療用の薬を大量に仕入れたのに全部偽物。これじゃ話にならない。そういえば最近それに関して不穏な動きを確認したって連絡が入った気がする。やっぱり悪神教か。こればかりは自分で何とかしないとダメみたいだね。ロカちゃんも最近いろんなところで戦ってるし、アルタさんもやっと怪我が完治したばかり、しずくとひなを危ないことに巻き込みたくないし。自分で行くしかないか。おっちゃましまーす。座っている椅子逆じゃない？医者であるあなたの椅子はこっちでしょうに。患者さんですか？そうです、お薬を出していただけませんか？いえ、お薬はちょっと。まずは診察をしますので、まずはそちらから。なら必要ないわ、私の体は健康そのものですから。何この人、意図が全くわからない。冗談だよ、本当はあなたを止めに来たの。お偉いさんの大事な器の一つみたいだしね。勝手に危険な場所に行って、器が失うものなら損害もかなり大きい。器、何のこと？こっちの話、でも見てるとやっぱりあの子のオリジナルなのね、似てるわ。よくわからない話はやめてもらっていいですか？そうね、なら忠告。あなたはこの件に首を突っ込まないこと。その代わりと言ってはなんだけど、私があなたの悩みの件を解決してもいいわ。当然依頼料取るけど。この偽物の薬を作っている人を特定できているのですか？ええ、それはもう、だからあとはあなたが依頼してくれたらすぐにでも終わらせに行くわ。いくらですか？3000万、相手のレベル的にこの値段はかなり破格な安さね。どう？お断りします。へえ、まず、うさんくさいです。それにあなたは私の監視、もしくは護衛が目的じゃないのですか？そんなこと、一言も言ってないけど。言いましたよ、忠告で、わざわざ私を危険な場所に行かせないのは何のためです。ああ、なるほどね、そこで理解しちゃったわけだ。どうなんですか、私の予想では今のあなたは私の仲間、だから、ついてきて、と言われたらおそらくついてきてくれると思ってるんだけど。この子度胸もあるし、かなり賢い、好きだわ、こういうタイプ。そう思うなら好きにしたら、でもその判断が間違っていたらあなた死ぬよ。ええ、大丈夫です、絶対に間違えないので。おお、すごい自信か、自分の答えに絶対的自信があるのね。あらら、仕事中にどこに行くのかしら。この偽物の薬の開発場所に、行くなら今しかないしね。そう、なら行ってらっしゃい、頑張って交渉してきてねー。さて、リン、カルデントの大会までの護衛任務、しっかりお務め果たさないとねー。依頼主は誰か知らないけど依頼料はたった約1ヶ月で5億、すごいわ。アリちゃんにこの仕事をもらってきてくれたことに感謝しないとねー。さて、守りますかね、あの強気なお姫様を。指揮隊長も人使いが荒い。なんで僕が悪神教討伐の任務を受けないといけないんだ。しかも5人も、まずは生存確認を、そして生存していたらそのまま条件を満たす形で討伐って。
はあ、悪神教相手になんでこっちが不利な状況で戦わないといけないんだか。とりあえず情報を全サーバーから監視カメラ、すべてにアクセスして悪神教の情報を洗いざらい集めてみるか。世界一のプログラマー兼ハッカーであり、サイバー管理機関の丘である僕を舐めないことだね。これで情報は全部だね。はい、建設破壊異変の犯人、麻薬取引の犯人はゼッカちゃん側で大体情報を得ていたんですね。まあ、たまたまって感じだけどね。それでパパは無差別死亡異変の犯人を知っている。ああ、違うね。しかもこの批判は現時点でことかを狙っている。早急に対処しないとまずい。あとは偽物事件とどうやってご主人が倒した5人が予定時間より早くに復活したのか。そうだね。倒しても復活するなら結局昨日と変わらない。からね。何か効果を付与してたんじゃないの。死んだら復活みたいな。でもそれってかなり高難易度だよ。人でできる人いるのかな。悪魔ならできるんじゃないかしら。わからないけど。できないことはないですね。何かを対価にすれば使える可能性はあります。なるほど。ならその根本の付与効果を壊すことができるのは俺の法則支配とゼッカの原子支配、ソフィアの異質異能支配。ならそこから3チーム作って異変解決しようよ。偽物事件は今はわからないし無視したらいいし。そうだね。それは私も賛成。ちなみに実力はどうだった、パト君？正直弱い。戦闘力数値だけはとんでもないけど、ぶっちゃけ相手の土俵に立たなくていいならそこまで警戒するほどでもない。でも今回は相手の土俵に立って戦わないといけないってこと。相手が文字通り全力で、そして全てを出し切った時に出る悪視点だもん、を出させた上で倒す。これが最低条件ってことね。相手の土俵に入った上で戦って勝つ。すっごく面倒くさい条件だね。でもそうしないと悪魔契約は解除されないみたいだし、仕方ないよ。悪魔契約を解除してしまえば、たとえ第三者、もしくは能力付与で生き返っても無害、もしくは無能になる。犯人探しをするよりよっぽど良さそうですね。なら半分けをして、相手を各自討伐するか。ゼッカとハクで引き続き麻薬密売に関する事件を追ってくれ。了解、あの金髪をぶん殴ればいいのね。今回は油断しませんよ。カナとソフィアで建設破壊事件に関する事件を追ってくれ。任せて、私の自分で頑張るよ。私まだ何もしてないから頑張るよ。俺とメリアで変死体事件、シアーネに関する事件を追っていく。俺だけだとシアーネが生き返ったロジックが理解できないからメリアと一緒に動く。俺に足りない部分の補完を頼むよ、メリア。任せてください。絶対に相手の種を全部暴いてみせます。みんな、大会までに異変を解決するぞ。おお。今日はパトさんとどんな話をしようかな。夕方が楽しみだな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。